海の南岸で大きな地震が発生しました。山脸炸裂，地表崩垮，史无前例的强烈地震让北海道一秒化作烟尘。电影情节看似夸张，却并不完全是无中生有。六号凌晨，在北海道的6.7强震，震央位在后山町，地震很可能就是10公里外的石狩低地东缘断层带所引起。ただですね、北海道自体がですね、南から、南東方向からですね。但北海道危机四伏，专家多次警告，东部近海的千岛海沟大约340年到380年就会发生一次超巨大地震。推算目前正值地震周期。北海道東部の太平洋側では、17世紀に沿岸から4キロほどまで浸水した巨大な津波が発生したと推定されています。从日本发布的地震预测，未来30年，北海道有7%到40%的机会发生规模9的强震。道東沖では太平洋のプレートが北海道の陸のプレートに潜り込んでいて、津波の堆積物の研究などから、およそ350年周期で超巨大地震が18回も発生しているということです。如果周期论成真，未来大地震的破坏力将不输之前的311大地震，预估将掀起20公尺高的海啸，沿岸4公里的内陆地区都将遭到海水吞噬，让核灾噩梦再度重现。昨年度と比べ、北海道の東側に赤い部分が広がっています。地震几率年年攀升，和去年相比，北海道今年沿岸地区明显又高出许多，也让日本更加战战兢兢。三立新闻上的报道。